はい、どうも、ケツマチです。はい、どうも、ケンさんです。はい、というわけで、NGT48 単独コンサートが終わりました。お疲れ様です。はい、というわけで、今回は、そのね、セットリストを見ていこうかなと思いますが、はい。いや、なんだろうね、今回のセットリストも、すげえいいなと。まあ、うちら見れてなかったんで、特になんですけど、いや、今回のは見たかったな。そうですね。まあ、最初オーバーチャーから始まって春はどこから来るのかってい もういきなりそこから春どこ聞けるっていうのもあるし、飛ばしてきてますよね。まあ誇りの丘だったり何かがいるだったりっていうのもありましたけど、やっぱねこう手もでもの涙を荻生香とガタネーっていうあのドラフトのコンビだったりっていうのが見れるっていうのは羨ましいなとか。そうですよね。あとは赤いピンヒールとプロフェッサー、これやったらしいんですよ。いろんな曲やってますね。制服のマネキン、はい、おかっぱセンターだったと。いや、あってそうですよね。いや、なんとなくこう映像で見えてくるような、そう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 、生駒ちゃんは生駒ちゃんのかっこよさの、さ、制服のマネキンっていうのはあるけど、おかっぱはおかっぱでこうなんかイメージできるというかね。そうだね。ああいいだろうな、見てなんか想像するだけでいいだろうなと思っちゃうんで。そうだね。これ実際に見たらヤバそうだなっていう、確かに気がしました。はい。あとはまあ NGT のドラフトも出てきたということで、まあなんかそこでキャッチフレーズやったりとかっていうのもありましたけど、やっぱりなんだろうな、こう青春のラップタイムだったり、片思いファイナリーだったりね、こう他のグループの楽曲歌うっていうのは、まあここ最近結構普通になってきてるけど、NGT としてやるっていうのはあんまりないし、新潟で単独コンサートっていうその大舞台で、っていうのでこうなんか いろんなのが重なってよりね、いいセットリストになってるというか。そうだね。片思いファイナリーは見たいな。確かにね。NGT のね、桜食べとかね、桜みんなで食べた、いいね。俺この曲好きなんで、俺も好きです。まあこの時期だからっていうのはあるのかもしれないですけど、いや見たかった、そんな感じで。まあなんか今回撮影可能タイムもあったりとか、ね、ちょっとサービスね、こうファンへのサービスもすごい、あったと。そうっすね。いうことで、いや良かったね。まあここで、まあ、セットリスト振り返ってきてますけど、まあ、なんといっても、まあ、組閣っていうサプライズがあったんで、それに関しては、まあ、生放送見ていただいた方もいると思うんですけど、いやようやく研究生おめでとうっていう感じだったんで ね、はい、その点も良かったんじゃないかなって、いい、なんだろうな、いいコンサートだったんだろうなと、こう想像するだけで思うんでね、ちょっとこれはぜひ映像で見たいので、DVD 待とうかなと、思います。はい、はい、というわけで今回は単独コンサートのセットリストを振り返ろうという動画でございました。はい、はい、というわけで終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。